俳優の三船敏郎さんは、東映の看板として活躍した鶴田浩二さんに対して、決して感情的にならなかった。付き人はつけず、現場へは自分で車を運転し、荷物も自ら運ぶという三船さんに対して、多くの付き人を引き連れ、スターは時間に遅れて当たり前という美学を持ち、わざと時間に遅れていた鶴田さん。そんな二人が映画で共演した時のこと、撮影の前日に飲みすぎてしまった鶴田さんが起きたのは、撮影現場への出発予定をすでに過ぎた時間。それでも焦ることなく、悠然と身支度を整えるが、この時鶴田さんが宿泊していた旅館の玄関先では、三船さんが鶴田さんを待っていた。気取った鶴田さんの振る舞いをよく思っていないというスタッフもいる中、鶴田さんだけが撮影に遅れるのでは現場の空気が悪くなると察した三船さんは、鶴田さんを待ち、一緒に遅れて現場へ行くことを選択。その後身支度を終えた鶴田さんを咎めることなく現場へ向かい、それから鶴田さんは三船さんを慕うようになったという。